タッシロ・ビルヘルム・フン・ベルト・レオポルト・フリードリヒ・カール・フォン、プロイセンは、プロイセンの王族、軍人、馬術選手。プロイセン王子、フリードリヒ・レオポルトとその妻で、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン公フリードリヒ八世の娘、ルイーゼ・ゾフィーの間の、第三子、次男として生まれた。母方のおばは、ドイツ皇帝、プロイセン王・ビルヘルム二世の皇后、アウグステ・ビクトリアである。 1903年より、プロイセン第一この F 表連隊の名誉的な注意に認じられ、1908年より正式に注意として配属された。1912年のストックホルムオリンピックでは、馬術部門のジャンプ団体競技の4人のドイツ代表選手の1人に選ばれ、同族のビルヘルム・フォン・ホーエナウャクらと共に、銅メダルを獲得した。オリンピックに際して乗っていた馬は、 ギブソン・ボーイ号と言った。1914年に始まった第一次世界大戦ではドイツ陸軍砲兵部所属の第258飛行大隊の隊長を務めたが、できる限り単独でオスバルトベルケ隊員の率いた第二、戦闘機中隊に同行して偵察を行っていた。1917年3月21日の偵察飛行の際、フリードリヒカールの操縦していた。 アルバトロス偵察機はエンジン部分が被弾し、彼自身も足に軽傷を負った。偵察機そのものは無人地帯に不時着したが、逃避行中にフリードリヒカールはイギリス軍のオーストラリア人部隊に背後から攻撃され重傷を負った。そしてそのままオーストラリア人部隊の捕虜となり、1917年4月6日、24歳の誕生日に死んだ。 ありがとうございます。